レギア・ワルシャワは、ポーランド・ワルシャワを本拠地とする、サッカークラブ。バスケットボール部門も有する。創設時の選手たちクラブは、第一次世界大戦最中の1916年4月、マニエビチェ近郊に駐屯していた若い兵士たちによって、ドルジナ・レギオの場として創設された。翌1917年に、ワルシャワへと本拠地を移転し、クラブ史上最初の試合は、 ポロニア・ワルシャワとの間で行われた。同じワルシャを本拠地とするポロニアとの一戦はワルシャワダービーと呼ばれている。1920年3月14日にポーランドリーグへの参加が認められ WKS と解消した。当時からクラブは軍人以外の民間人の会員を受け入れていたが、軍人が役員を占め、1997年に 至るまで会長を務めた人物のうち12人は将軍だった。第一次大戦後の1921年にクラブは2部リーグへ参加。最初の試合はコロナワルシャワとの間で行われ零から3で敗れた。1927年5月8日に KS、ウッチオ5の1で敗り1部リーグ昇格を果たすと1930年にはユゼフ・ピウスツキの支援により、 新スタジアムへの移転も行われた。しかしタイトルには縁がなく、1936年に2部リーグへ降格、第二次世界大戦勃発の直前までリーグ戦は行われた。戦後、クラブには多くの優秀な選手たちが集まるようになり、1955年には初のリーグ優勝を成し遂げた。また1949年に CWKS と解消した。 クラブは1950年代から1960年代にかけて多くのタイトルを獲得する一方、ポーランド国内において必ずしも絶対的な地位を確立していたわけではないが、国際的にはポーランド代表に多くの選手を送り出しオリンピックでのメダル獲得に貢献した。また、ヤントマシェフスキ、カジミエシュ、デーナ、ロベルトがドハを擁し1969から70。 シーズンの UEFA チャンピオンズカップではベスト4に進出。翌1970から71シーズンもベスト8に駒を進めた。その後も1990から91シーズンの UEFA カップウィーナーズカップでベスト4に進出。1995から96シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでベスト8進出するなど、国際舞台で強さを発揮していた。 1997年2月、クラブは農業機械を扱うポルモットホールディングと韓国のダイウとの講資会社となり、長年にわたる軍との関係に終止符を打った。2001年7月、業績不振により、ダイウが経営から撤退し、ポルモットの所有となった後、2004年からはメディア企業のグルパイティの所有となり、スタジアム建設などの投資を行ったが、 一方で2000万ズオティの債務を抱えるようになった。2014年1月、弁護士のボグスワフ・レシノドルスキや、投資家のダリウ・シュミオデュスキをはじめとしたグループに100%の株式が買収され、クラブはレシノドルスキらの共同所有となった。ホームスタジアムのスタディオン・ボイスカ・ポルスキエゴナし。2019年2月27日現在、詳細は、カテゴリー、レギア・ワルシャワの選手を、 参照ポーランド代表でも活躍。1989年9月1日に自動車事故で死去。背番号10はレギアワルシャワの永久欠番となっている。ありがとうございます。